カザフスタンの民族刺繍に見られる、チェーンステッチを施したラグ。現代のもの。刺繍とは、布や革の上に、刺繍糸と刺繍針を使用して、装飾を施す技術。刺繍するというように装飾する作業や完成した、模様、文字を刺すこともある。プリントなどに比べて、立体感がある分、製造に手間がかかるため、完成品は高価になる。刺繍とは、 布地あるいはその他の素材に針とより糸で装飾を施す技術のこと。それに強い性質があり、軍隊のワッペン等に利用されている。特徴は、チェーンステッチ、ボタンホールステッチ、ランニングステッチ、サテンステッチ、クロスステッチなど、ステッチの最古の技法に基づいていることで、それらは、現代の刺繍の基本的な技術として残っている。機械刺繍は、 産業革命の初期に登場し、手刺繍とりわけ、チェーンステッチを模倣するために使われた。しかし機械による、サテンステッチやヘムステッチは、複数の糸によって施されるため、見た目は、手刺繍と似ているが構造は異なる。刺繍には、様々な色に染められた六本ドリルを引きなしの、専用の糸と、針穴を大きく取った、専用の針が使われる。 材料が糸であるという性質上、使っている糸の色や材質を刺繍の最中に変更したりできないので、使用する色や材質の数だけ糸を用意する必要がある。そのため、文化刺繍など数十色の色を使用する刺繍を行う場合は、専用の針山が使われる。刺繍糸の代わりに多彩な色のビーズを縫い付ける手法もある。 祭礼の出汁の幕に施された刺繍中国の刺繍は3000年近い歴史を持つと見られ、州の来期に養蚕や刺繍に関する記載があり、毛織物に簡単な刺繍を施したものも出土している。湖北省からは、戦国時代中期の湖南省からは、全館の細かな刺繍を施した布の実物が多数出土しており、現在の省縫いのルーツと見られる。 宗の都であった弁州では、刺繍が、盛んに行われるようになり、現在まで1700年の歴史がある。日本では、縫い目に呪力が宿るとされていた。そのため、大人の着物に比べ、縫い目の少ない子供の着物には悪いものが、寄り付きやすいと考えられ、子供を守るために、着物の背中に、背守りと呼ばれる刺繍を施す風習があった。 また現在の北海道などに住むアイヌにも、ルーンペ、チジリといった、刺繍衣装がある。中世ヨーロッパでは刺繍は、上流階級の女性の教養として広まった。ハンガリーのカロチャで、カロチャ刺繍を行う女性を大まかに分けて、人の手で行う手刺繍と、機械を使用する、機械刺繍、剣山上の針を使って、布に糸を埋め込むパンチニードルトがある。刺繍工房。 無事無印良品、千田周一、ビーズ刺繍をごらぬ張針父から学んだ手縫いの技、コツコツと、伝統工芸の一気に、日本経済新聞長官2018年1月19日、チャルカ、ハンガリーのかわいい繍産業編集センター、2011年、19ページ、偶国語辞書、刺繍集糸。ありがとうございます。